ナマステメラナンアコヘメンジャパンフンバラメサミコデハラバートこんにちは、EDP アコです。私の名前はアコです。そして次に言ったのが、私は日本人です。そしてインドの皆様ありがとうございます。ということでね、何がインドの皆様ありがとうございますかと申しますと、はい、こちらどうぞ。先日アップした MZ フォーミュラの走行イメージの動画、これなんですけれども、見てこの MZ フォーミュラ、これのね動画なんですけれども、視聴者のアナリティクスっていうのが見れるんですよ、 YouTube ではね。でこれを見たところ、なんかおかしい、はい、おかしいのここ上位の地域で、結局見てくれた人の地域ですよね。 33.5% インドの方、日本人 24.6、 日本人 24% 25% ですよね、約ね。 25% に対してインド人 33.5、 1.5 倍ぐらいね、インドの人のが見てもらってるんですよ。そしてこの前後からね、爆上がりが、あれなんだっけ、チャンネル登録者数がね爆上がっちゃってるんですよ。こういうわけでね、で年齢層もいつもね日本人の方でメインのね動画でなると、45歳から54歳って、ここのね今 18% の域なんですけど、ここのがメイン層になるんですが、インドの方は25歳から34歳、ここがね怖そうで見てもらってる。さらに言えばですよ、私のあのチャンネルの視聴者性別ね、男性 95% ぐらいなんですね。ざっくり 5、6% が女性なんですけれども、女性 28.4% 見てもらってる、イコールインドの方がぐわっと見てくれたことによって、年齢層若返り、そして女性が見てくれてる。わかります、この意味。インドの若い人、そして女性の方 28%、 この全体の 28% なんで、インドの方だけに方に限って言えば、多分 40、50% は女性の方見てもらってんじゃないのかなと、そういうことなんですよ。これ異常事態っすよね。そしてこの1週間でいかないぐらい、10日ぐらい、この10日間ぐらいで5、600人チャンネル登録者数が増えている。これ何事っすかね。もしかして来たんじゃないですか。ナマステ、ナマステフィーバー、ナマステね。ちょっとこの先どうなっていくかわかんないんですよ。その後にね、あのリポバッテリーの爆発の動画、爆発っていうか、まあ、あの短絡して燃やす動画と、あとバギーでジャンプする動画アップしてるんですが、そっちの方に関しても若干インドの方、今みたいなね、あのトップがインドではないんですが、まあやっぱり見てくれてるんですよ。謎もしかして誰かインドの有名な人が拾ってくれたのかな、こいつおかしなことやってるからちょっと見てみな。いや、おかしなことじゃないの、 MZ フォーミュラただ走らしてるだけの動画なんですよね。それを回してもらってるんで、なんかこれかっこいいよ、かわいいよっていう感じで取り上げてもらったんですかね。ちょっと不思議なんですけれども、今後今までね字幕入れたり入れなかったりで、入れた時には英語、韓国語、中国語ぐらいかなを入れてたんですが、今後はヒンディー語、要はインドの公用語ですよね、それも字幕に
入れてまいります。インドの方、拡散希望です。ぜひぜひよろしくお願いします。サブスクライブミー、確か英語で言えば、ね、本日はインドの皆様に向けた動画となりました。そしてまあチャンネル登録者数のね爆上げのお礼の動画となりました。ジャルディヒミレゲ、またお会いしましょう。 EDP アコがお届けしました。チャンネル登録よろしくね。